じゃあ今日はね、はい、出張刻むバー当日がやってきました。やってきましたってことで、昨日積み込んだ荷物をね、はい、おほほほほ、いっぱい持ってますね。バッチリロックされてますね。この水が絶妙に落ちてこないのがすごいです。そうですよね、すごいですよね。すごいでしょ。引っかかってないですよね、ここでちゃんとね。ああ、なるほど、すごいでしょ。すごいです。さすがのトラウンでしょ。さすがですね。トラウン、さすが開墾運転手。さすが開墾運転手でしょ。じゃあ行きましょうか。元引っ越し屋は何も手伝ってないですから。してないですね、はい。じゃあ今日行くのは、はい、八尾のね、はい、青少年なんちゃら的な、青少年何がし的なとこ行くんで。青少年が行くところ。そうですね。はい。そうですね。行きましょう。ボツさんが言うと字が変わってきそうなんで、乗ってもらっていいですか。そうですね。はい。字が変わるってどういうこと？字が変わる。字が変わる。はい、あ、これね。はい。窓開けてた理由ね。そうそうそう。じゃあそれはそれで一本いきますか。一本しか、一本いく、一本いくんですね。それはそれで一本いきましょう。はい。分け合ってね。必ず降りるとき窓開けながら。そうです。そうです。門真市を8時ぐらいに出て、はい。あ、じゃあ氷入れて、はい。そうです。内観して。内観して8時10分ぐらいですか。腐ったビル、ネタ的にいりますか、はい、とかいうくだりがあって。そうそうそう。腐ってはないけど。腐ってはない。賞味期限切れたビール。ああ。はい。これ持っていった方がいいですかと。これ今外環状。はい。着くまででちょうど1本いっちゃうんですか。そうですね、時間的には。ただこれナビ入れてませんよね。入れてないですね、はい、どうしましょう。僕がナビせんとあかんいことですよね。ほんならじゃあトークで、そうそうそう、トークで終わらせましょうか。トークで終わりますか。車内から見た荷物っていうので1本いきますか。はい、行きますか。はい、はい、車内から。いい感じ。ちゃんとあの後ろの四角も、はい、視野もちゃんと脚光するっていう、はいはい、これが開墾運転手ならではかなと。開口運転手後ろ見えてませんよね。見ないです。見ないですよね。ほら、そういうとたほら、はい、コストコのコンテナあります。ほんまや、ほんまや。一応あの遊びじゃないんで。そうですよ。あのこう刻む号を動かすには、はい、常にあの刻むの経費っていうので、はい、今回2000円だけ入れといたんですよね。あ、そうですね。ガソリンをね。ガソリン、あの乗ったら乗った分しか出ないんで。そうです、そうです。そうなんですよ。乗った分しか出ないんでね、はい。足出たらどうしましょう。はい、一応燃費ロックで計算して。はい。やったんで、もうちょいで左折ですね。左折、はい、高難プロ行くえとかいらないですか。これで1本なんかいるもんありませんでしたっけ。隅はあるんですよね。隅あります。網は、網もある。あ、網ね、網ね、一応あるんやけど。ある、言っとったんですよね。でももうないでしょ、はい、あ、ホームセンター行ってあるん、ね、あ、普通の高難もある。行きます。開いてます。開いてないですかね。向こうP やったんちゃいます。なんでここを信号バーがあったんですか。あの人間の心理でしょうね、はいはい、だって行き過ぎて入り口なかったら、はい、あ、プロ、あ、行けます行けます。行けますよね、はい、行けます行けます。おお、よかったよかった。網見ときます。一応見ときます。コーナー開いてます。開いてるか。開いてるでしょ、こういうとこ。開いてるか。プロは開いてるそうですけど。プロ開いてる、はい、プロやから。プロやから。プロは早めに開くイメージあるんですけど。高難セミプロっていうのを作ったらいいのにね。あ、はいはい、間みたいな。プロでもないし、うん、素人でもない。はい、それありですよね。高難セミプロ門真店ってや、いい、あのフランチャイズやります。やりましょうか。はい、はい、やりましょう、やりましょう。はい、でもおもろいですよね。いや、おもろい。ブランディングとしては。おもろいから。だってね。はいはい。コメリプロみたいな、もういろんな、もうプロってつけたら職人さんの店みたいなのあるじゃないですか。なります、なります。でもね、はい、確かにその高難プロって職人さんが行くじゃないですか、はい、資材買いに、ええ、でも僕らみたいな DIY の人とかって高難プロ行っていいんかなって思うじゃないですか、はい、そうですよね。なんかい、はい、あのレジで怒られるんちゃうかなみたいな。ほんまにほんまに。プロ野球選手でもないのにみたいな。わかります。で、そういう方のために、はい、あの職人さんじゃなくても、はい、本格的なものが買える店っていうのどうですか。いいですね、いいと思います、ね、でプロ用、はい、だから絶対あの工具とかもマキタとか置いてないんですよ。あ、なるほど。置いてないのね。、はい、マキタはプロ用やから。なるほどなるほど。マキタに近い、うん、近いもん、はいはい、それおもろいでしょ。おもろい、絶妙にええもん置いてない店ってどうですか。あ、おもろいです、おもろいです。わかります、わかります。言いたいことはわかります。例えばやけど、エアコンとかも、はい、ね、プロ売ってるじゃないですか。もう職人さんがすぐ買ってそのまま現場行くみたいな。売ってます、売ってます。あれもあの、なんですか、はい、
シャープとか、はい、富士通とか、はい、三菱とか置いてないみたいな、はい、アイリスとかだけアイリスとかちょっとどこのメーカーか分からない、ね、若いようなやつしか置いてないみたいな、はい、なるほど、こんなんセミプロっておもろいですよね。おもろいと思います。おもろいです。一回提案してみます。どこに？コーナーに？コーナーに。最近売り上げどうですか？あ、はい、僕一つ提案あるんですけど、はい、コーナーセミプロっていうのを作りません？うん、なるほど。え、例えばって言って、マキタ置かない。マキタ置かない。大手家電メーカー置かない置かない置かない。でレジの人よく聞くじゃないですか、すいません、はい、これって売ってないですかねみたいな、はい、絶妙に把握してない。なるほどね。コーナーよりは分かると、うん、そう、コーナーよりは分かるけど、コーナーで多分、はい、あの6ミリのアンカーってどこありますって言っても、はい、多分分からんと思うんですよ。なるほど。プロの人やったら、はい、25番通路ですねってなるじゃないですか。なります、なります。でもその高難セミプロは、はい、すいません6ミリのアンカーありますかって聞いたら、はい、あったような、うーん、どっかにはあるよと、1から35番通路の間にあります、なるほど、のどこかにありますって言ってくる。なるほど。従業員もセミプロなんですね。従業員もセミプロなんですよ。ほんで社員でもないしバイトでもないんですよ。あ、契約社員、契約社員みたいな、契約社員しかいない、いない、プロでもバイトでもないんですよ。なるほど、なるほど。いいじゃないですか。いいでしょう。いいと思います。そう、おもろいですよね。おもろいと思います。で駐車場も枠広めなんですよ、はい、ちょっと。お、なるほど。プロの運転手が来ない設定やから。あ、なるほど、なるほど。絶妙に下手な人が来るから、はい、普通のコーナーよりも駐車場がちょっと広い、うん、なるほど、ね、っていうのが売りなんですよ。いいと思います、いいと思います。だお客さんもセミプロやと。そう、もうみんなセミプロしか行ったらダメなんですよ、はい、プロお断りみたいな、パチンコ屋みたいに。あ、なるほど。、はい、プロはダメね、うん、プロお断りみたいな、はい、発見次第お店退店いただきますみたいな書いてる。どうですか、もう出入り禁止になると。プロお断りの店おもろいですよね、はい、おもろいですね。焼き上がり何々電気って書いた職人さんが行ったらダメなんですよ。あ、もうダメダメ、もう作業服で行ってもダメ。はいはい、そこは何々運送ぐらいので行ったら、はい、あの工事職人さんではないんやって。あ、そっち OK ね。マーカーとか割って買いに来たんかなみたいな。あ、なるほど。でも運転もプロじゃないんですねとか言いながら、運転も下手なんですねみたいなを平気で言ってくる店。セミプロですね。セミプロ運転、はい、マーカーですかって割ったんですか。割ったんですか。運転もセミプロですねって。黄色ですか言って、はい。一応免許返納するほどでもないんでって、はい、なマーカーぐらいならって。なるほど。っていうのどうですか。いいと思います。ありですよね。ありです、ありです。網ほんま買います？網、そうです、一応見ときましょうか。明日の動画で。明日の動画で。じゃあ行きますか、はい、じゃあ、あ、まあ、まだまだ9分9分9分9編なら OK ですか。いや、ちょっとちょっとあれですね、はい、時間大丈夫ですね。もう着きますもんね。そうですね、ですね、はいはいはい、時間は大丈夫です。網買うで一本明日行くんですね。明日網買うで明日行くんですね。あの出張刻んばん前に網買う、はい、あ、なるほど。ここは普通のコーナーなんで。ここは、はい。でもね、ほんまに今もここ横並びであったじゃないですか、はい、ほんまにあの間にセミプロっていう店建てたら、はい、売り上げどこが一番多いと思います？やっぱりセミプロちゃいます？いや、それは売り上げも中途半端ないとダメなんですよ。あ、そういうこと。店も中途半端なのね。そうそう、あのだって、はい、多分こっちが一番売り上げいいと思うんですよ、やっぱ普通の、ね、あ、まあそうですよね、雑貨があるから。そうですよね。でその間みたいな。あ、じゃあプロよりはいいんですか。そう、だから事業撤退するほどでもないんやけどって。はいはいはい。でも2号店出すのはどうかな、はい、そうです。経営陣もあのセミプロなんで、そこはあの経営陣もちょよう分かってない経営陣みたいな。別なんですね。別なんですよ。別なんですね。あの全然プロの経営者とかでもないし、昨日今日の脱サラでもない。なるほど、なるほど。絶妙に一発当てるか当てへんか、はい、際どいラインの人なるほど、なるほど、にいろんな企画考えさせる。なるほど。鳴かず飛ばずやけど、そう、企画も中途半端みたいな、はい、なるほど。ただ大外れはしない。そうだ、ね、とりあえず中途半端なコーナーって欲しいです。いいですね。それ絶対コメリとか、はい、ビバホームを真似しだしますよ、はい、あ、ほんまや。セミプロって、はい、行きましょう、行きましょう。じゃあ明日の動画も楽しみに、はい。